森内先生といえばですね、羽生九段と数々の名勝負を繰り広げられて、来られました。この王将戦でもですね、森内羽生というカードがですねありまして、第53期2003年度ですけれども、森内さんが、久保さんとの、プレーオフでを制して挑戦者になられまして、当時の羽生王将に挑戦したシリーズがありました。4勝2敗で、王将位を奪取されたわけなんですけれども、覚えておられると思うんですが、どんなシリーズだったんですか？いや、もう結構ずいぶん年が経ってるんですけど、20年ぐらい前ですかそうね。ですね。そうですね。結構自分がその時は乗ってる時期で、確か王将戦の少し前に羽生さんに他の棋戦で初めてタイトル戦で勝つことができて、比較的にこう波に乗って入れたシリーズだったかなというふうに思ってますね。非常にその時は充実した内容で戦うことができたので、印象に残ってますね。で、翌年、羽生さんがリターンマッチで挑戦されてきて、森内さんが取った時は4勝2敗で取られてるんですけれども、翌年のシリーズは、羽生さんが4連勝で取り返すというシリーズでした。この防衛戦は、防衛ならずだったんですけれども。そうですね、ちょっとこの時は不甲斐ない内容で一方的に負けてしまって、申し訳なかったなということを思った、記憶がありますね。なんとなくこう押されてる雰囲気を感じていて、あまりいい内容の将棋がさせなかったので、そこがちょっと、当時は反省かなと思ってました。もうたびたびいろんなところで聞かれてると思いますけれども、将棋盤を挟んだ羽生さんっていうのはですね、特に番勝負タイトル戦での羽生九段っていうのは、森内さんにとってはですね、どんな存在であり、どんな棋士なんでしょうか？羽生さんは自分たちの世代の中では本当にトップの棋士で、目標にしていた棋士ですし、やっぱり羽生さんと戦うことで、自分が成長させてもらったというか、自分の状態も分かりますし、伸ばしてもらった、対戦相手でもあるんですけど、そういう意味では、非常に、いいお手本というか、そういうふうに思っていて、対戦を通じて、自分が、成長させてもらったなという、そういった思いはありますね。やっぱり羽生さんはすごくセンスが良くて手も見えますので、そういう意味ではこう緩い手を指すと、やはりこう優勢の局面でも油断できないっていうところありましたし、やっぱりなかなか羽生さん苦しい局面になっても決定打を与えないというのはすごくうまい棋士でしたので、そういう意味では最後まで気が抜けないと思ってやってましたね。その羽生九段がですね、今抜群の終盤力を誇る、藤井王将五冠と番勝負を戦っているわけなんですけれども、羽生さんの胸中はですね、どんな思いで戦っていると、こう森内さんは推察されますか？羽生さんの胸中ですか？そうですね。羽生さんに聞いてもらうのが一番いいと思うんですけど、やっぱりでも自分がずっと将棋界の中でこう一番実績を上げて勝ち続けてきて、自分の次にこう、続くような後輩が出てきたことを非常に喜ばしく思ってるんじゃないかなと思うんですけど、そういう中で、やっぱりタイトル戦での、羽生さんと藤井さんの対決を望む声も多かったっていうことは、ご本人も重々承知してるでしょうから、今回それを実現して、もちろん実現したからいいというわけじゃないんですけど、そうですね、歴史、将棋界の歴史の中でも、
まあ、締めとなる、はい、対戦ができたことを、まあ、こうちょっとほっとすると同時に、やはりあのここでしっかりした戦いをしなくてはいけないといった、そういった、まあ、複雑な思いがあるんじゃないですかね。藤井王将については、はい、まあ、デビューから抜群の強さを誇ってきたんですけれども、はい、すでに5つのタイトルを持たれてますが、はい、藤井王将のその将棋の進化については、はい、森内九段はどんなふうにご覧になってますか？うん、いや本当にあの、なんていうんですかね、プロになる前から評価が高かった方で、実際にデビューしてみると、デビュー以来29連勝という新記録を樹立というところで、あの、まあ、存在感を示しながら、あのさらにこの、レベルを上げてるなという印象で、デビュー当時からこのだんだんこの対戦相手のレベルが高くなっているにもかかわらず勝率が下がってないというのは驚異的なところで、そういう意味ではもともと素晴らしい強さがあって才能ある棋士が、さらにこう実力を伸ばしているなという、そういった印象は受けますね。あの森内先生自身も実際にのその対戦した時の感触といいますか、印象はどんなものだったんでしょうか？はい、テレビ対局でのこう生中継があったりですとか、結構こう慣れてないと大変なような場面もあったと思うんですけども、まあ、そういう時でもひょうひょうとして、なんていうんですかね、こうマイペースで力を発揮されているという印象で、そうですね、まあ、技術の高さもそうですけど、精神的な強さというか、そういうことも、はい、感じさせられた対局でしたね。